僕らの太陽、続きからプレイしていきましょう。前回太陽都市までやってまいりました。ああそうか、キノコ使うとこだったね。ちょっとね、期間が空いてしまいまして、あんまりねこう覚えてないっていうとちょっと違うんですけど、さっきキノコの方行ってみよっか。赤いキノコを使う。で、こっち、これあいつに見つかるよね、この小ささでも。だったらね、先に、やっぱ小さいと開けねえんだな、こんなの。太陽シークレンジのスキャン、あ、スキャンか、使っとく。4つもくれたからね。グレネードスキャン、どこだ、あったな、あの上か。うわった、やべやべやべ、いった、お前ちょ、当選簿やめろや。いった、あ、そうか、そうやって光ってんのはミミックなのか。あ、やめて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 、死んじゃう。回復しよう。よし、赤リンゴ。危なかったな。あーっと、痛い痛い痛い。やばいやばい。ここか。ライジングさん。だから、そのライジングさんっていまいち分かってないんだよね。太陽のかけらって何？よく分からん。なんだ太陽のかけらって。ちょっと待って。リンゴだ、リンゴじゃねえ。キノコ、キノコ。赤いキノコ。オッケー。行くぞ。抜けろ、抜けろ。よし、いいね。この小ささでよく走ろうってなるよね。俺も止まるもん、多分。え？何？その小さいままやばいって。やばいって。絶対やばいって、これ。これはダメだよ。ようこそ、太陽都市へ、ジャンゴ。ちょっと大きくなってからでいいですか、その話。都市中央にそびえるあの塔が見えるか。塔の頂上にお前を待っている女がいる。月下美人か。いい加減にしろ、サボタ。何を企んでいる。ジャンゴ、奴を撃て。ここで決着をつけるんだ。ちょっと待って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 、ちょっと待って、フレームじゃない、ソルだな。ソルで、トルネエドじゃないな。どれだろうな。フェンサー、クルセイダー、ナイト。いやでもやっぱトルネードかな、強いしな。ん？何何？なんか黙ってるよ。ほら、いった、ほら、全然当たんねえぞ。ナイフ、ソードタイプのスプレッド、これはどうなんだろう、何が一番いいんだろう。これ時間経過とかそういうのかな。あ、いった、うっそー、ちゃんと当ててくるな、危な。いった、めっちゃ当ててくんじゃんあいつ。ちょっと待ってくれ、体力が減る。どうしよっか。フロストとか違うか。でも、あ、グレネード使ってみるか。ほら、何、マジかよ、無駄だった。お前の相棒は血の気多いな、ジャンゴ。お前とはいずれ決着をつける、前にも言っただろう。だがまだだ、お前にはまだ働いてもらわねばならない。どうに向かえ。月下美人を助けたければ。あ、やっぱ月下美人か。すまないジャンゴ、私としたことが冷静さを欠いてしまった。悔しいが、今は奴の言う通りにするしかない。この太陽都市へワープする。ワープ魔法陣を開くのに力を使いすぎた。まだパイルドライバーを召喚することもできない。今は都市中央に急ごう。塔の麓には頂上へ向かうための高速昇降機があるんです。へぇ、こっちは？あ、そんなすぐ来れんだ、ここ。なんで俺遠回りしたの？じゃあ。やっ
ちゃったな。ここなんだろう。あ、おボム、いいね。よかったね、ちょっと行き、終わった。やばいやばい。こっちは、あ、こっちがさっきのあれはみたいな感じのなる前のとこか。え、お、算術ですか。イコール何、算術か。 6×、 うん、もうわかるだろうって言われたけど、2だね。よし。これってさ、対象年齢いくつぐらいなんだろう。小学校2年生ぐらいじゃないと無理だよね。か、え、掛け算って2年生ぐらいだよね、多分。多分こうでしょ。多分って。20代だぞ。はい。OK でーす。あ、やったー。すごい、なんか宿題やってめっちゃ褒められてるみたいな感じ。複雑だな。ん？あ、ここ？これ落ちんのかな？落ちそうだよね、なんかね。どっちだ？下行ってみるか。こっちかな。これなんだ、リンゴか。やっぱ結構体力減るよって言われてんのかな、これ。ぽいよね。あ、あ、上に行くんだ。これ高速昇降湯があった。あ、ボス戦かも、しかして。かな、ボス戦かな。あ、セーブしとく。ここで場所悪いよね。よし、あ、あ、やっぱ落ちるんだ。やっぱ死ぬんだな。でも着いたと思ったんだけどな、さっき。届いてなかったんだ。あ、全然届いてねえや。これもしかしてさ、燃やせるやつじゃないか。違うか。なんか別のやつがいるんだっけ。ソルに変えとこう。こちらで。どっちから、どっちから来る。おわ、そっちか。おお、危ねえ。あ、あー、これあれか、反射のやつか。寝かしときゃいいんじゃねえの？ダメかい？これこっち？こっちなんだ。え？人参？4つのコカトリスを、メスのコカトリスか。以前はあんなものはなかったはずだ。イモータルの仕業か。周りにあるオスのコカトリス層から石化光線。これは何かの仕掛けなのか。ああ、のければいいのかな？のけていいのかな？やっべ、やばい、危な。こういうこと？あ、開いた。そんな一気に開けてくれるんだ。え、これどうやって行けばいいんだ。こっちかな。進んで行ってみよう。え、普通にドアがあるけど、これなんだ。お天候、ここは高速昇降機の発着場だが、昇降機は上がったままか。外にあったコカトリスを、ああ、いや、わからん、ピンとこんよ。わかるかじゃねえ。
全然ピンとこないんだけど。この下行っていいのかな？ん？リンゴ回復用だね。あら？あ、なんか道ができてる。ボム。あ、太陽の光があるときだけはみたいな、そういうこと？でもこっち来てもな、これってのもないしな。戻るか。多分別ルートから来るとこっちで来れますよってことだとは思うんだけど、ポカトリスのあの光線を反射させたりとかできるのか。これできなくない？まあでも空いたとこ行ってみようかなって思うんだけど、どこが空いたんだ。あ、ここか。行ってみよう。ポカトリスはここにいるもんね。あ、え、こっから撃って、どこにやればいいんだこれ。これはこうするか、こうか、ん、違うか、こうなってんのか。はい。で、あ、石化した。あ、行った。ん、あ、これ壊せるんだっけ確か。フレーム、フレーム普通のなんかソードタイプ、クルセイダーでいっか。これで壊せるんだよね。で、こうだ。いった。これでいいんじゃない？ほら、で、これ回収しとこう。あ、黄金の果実、いいね。一回当たればこれでもうあれなんだね、用なしみたいな感じで全部消えるんだね。それはそれでなんか寂しいものがあるね。じゃあこっち行ってみよう。上、次行ってみようか。ん？ポカトリス発射台を先に見たいな。どこだ？こいつか。いった。一発目はこっちかな。こっち行って、これ上には行けないのか。ん？あ、行けてんじゃん。じゃあこれで向こうまで行って反射をこっちに変える。あ、痛い。で、回復しとこう。青リンゴこんな持ってたっけ俺。え、あの三術めっちゃくれたな。え、で、こっちで、こうまっすぐ行く。で、こうでしょ。で、こっち反射すると、そっち行っちゃうから、こっちか。いやでもこっち行っても何もないよね。あ、じゃああれは壊すんだ。オッケーオッケー、よし。で、これをこうすると、ん、邪魔だな。いった。最悪さ、こいつを起こしてさ、こいつの石化光線でどうにかすればいいんじゃないの？違うのかな？はい、オッケー。いいね、あと一
つかな。これこっちから出れる？出れるんだ。よし、これも回収しとこう。これもね、使っていきたいよね。太陽光ないところではいいのかもしれん。太陽光っていうか今さ、あの UV ライト使ってるけどさ、 UV ライトの光がどんどん弱くなってるよね。電池結構消耗するな、 UV ライト。まあ別にあれなんですけどね、あの充電式のやつなんでいった。こう、フラッシュ、あ、フラッシュってそれか。フラッシュってそれか。意図してたのと違うな。ん？こっち違うな。ん？なんかいたな。あ、あれか、赤いやつで。だから、パターンがあるってことだよね、多分ね、いろいろ。バレちゃった。でだ、こっちか。この先か。コカちゃんはめっちゃあるぞ、ここ。ちょっと待って。多い、多い。死ぬ、死ぬ、死ぬ。よし。で？これだって、あ、でも、これはこっちか。で、こう。ちょっと一個ずつ、痛い。邪魔だよ。ん？これでもこっちに曲がっても、あるわ。あるか。これ、こうか。あれ？ここで消えるのか。じゃあ意味ないな。これ消しとこうか。あれ？消えたのはこっちだった。これ、別のにした方がいいのかな？なんか消費がかなり多い気がする。ナイトとかかな。あ、ナイトは反射するんだ。じゃあフェンサー。これでどうですか？ダメですか？ダメですね。ん？これこっちまで来てほしいな、これ。これで、こうを。こう。オッケー。こうだ。これでいけんじゃない？やばいやばいやばい。こうで、こうだ。オッケー。いいね。これで昇降油が来るんじゃない？来た。過ぎていくんかいって思ったけど、そうだよね。それで正解だね。俺が間違ってたんだな。よし。これで、このちょっと浮いてるさ、この床何なんだろう。それがよくわからないんだけど。で、アイテム取っとこうか。命の果実。あれか、4つ溜まると、お皿1枚みたいな、なんか、パン祭りみたいなやつだよね。お天候。よし。高速昇降機は使えるぞ。これを使えば一気に塔の頂上まで行くことができる。上では何が待っているかわからない。気を引き締めていくぞ。太陽と共にあらんことを。はい、じゃあ、ということで、切りもいいんで一旦ここに切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。